じゃあね、今日は、最近気に入ってるマビックプロ関係のアクセサリーを何点か紹介したいと思います。ここ最近知り合いの人が香港を訪ねてきてくれたりして、その度に、マビックプロを持って、撮影しに行ってたんですけど、その時に、いくつかやっぱりこれは便利だなと思ったマビックプロ用のアクセサリーがあるんで、それをちょっと今日は紹介したいと思います。まず一つ目はね、これです。このねマビックプロのプロペラを、こうやって収めてくれるこの、ゴムの製品なんだけど、このプロペラが、なんていうのかな、開かないようにこう収まりを良くしてくれるっていう押さえですね。この上側の、プロペラを2つ固定するものと、それからもう1つ下のプロペラを固定するもの、これどういうものかっていうと、単純でこのゴムの、こういうパーツがあって、これをここの膨らみの部分にこうちょうどピタッとはまり込むようになってるんですね。でそこでそこでこのプロペラをこっち側を押さえてくれると。でこっちも同様に、ちょっと緩い感じはあるんだけど、こういうゴムなんだけど、これをやっぱりこの、こう開く羽のこの隙間にこう、食い込ませるというか、割れ目にこうはまり込ますことによって固定できるんですけど、でこれをこうやって羽の部分をこう押さえ込んで、これ以上開かなくすると。でね、これが なんでこれがいいかっていうと、例えば、これマビックプロの純正のケースなんですけど、例えばこういうのに入れるときに、もしこういうのがないと、ここを入れるときにこういうふうに羽がこうバタついて、入れるのに苦労しちゃうんですね。困っちゃうんですよね。で、こういう こっちもそうなんですけど、例えばこれがないとこういうふうに羽がこうなっちゃって、でなかなかこうすんなりいかないということなんで、でここにこういうものをつけて、こっちがバタつかないようにして、でこちらも同様に、これで固定することによって、ここに収納しやすくなると。あるいはこういう袋を使わない場合でも、例えばこれ純正のそのマビックプロのに付属、コンボの方に付属してくるあのケースですけど、ここに例えばこうやって入れる時でもですね、これがないと収納するのに苦労しちゃうんですよね。その辺がしっかりと、これ固定することによって、収まりが良くなるってことで、これは非常に役立ってますね。作ってるのはね、この PGY テックっていう会社で、これ後で概要欄にリンク貼っときますけども、非常に、マビック用の DJI の製品のアクセサリーをたくさん、製造しているところで、聞くところによると日本の日本の純正ディーラーなんかでもこれを扱っているらしいんで、そこそこ、僕は中国で購入してますけども、日本でもそこそこ調達は容易だと思うんですよね。多分1000円もしないぐらいだったと思うんですけど、この2個で、これですよね。それからもう一つ同じ PGY テックで、これはね、こういうもの、これ何かわかるでしょうか。 PGY テックの製品なんですけど、最近ね、私はその、マビックを飛ばすときに、iPhone ではなくて、この iPad Pro で、DJI Go ですねを操作してるんですけど、その時に、当然この本来 iPhone だとここに、こういう感じで固定するわけですけど、 iPad だと当然固定できないんで、こう固定できないですから、それを補う製品なんですよね。でこれはこういうふうになってて、非常に、収納性もよく考えられてて、面白い構造で、こうやって、でここをこ
こんな感じでここを収納して、で、まあ、一つっていうかこの手段としてはこういうふうにこういう感じで、固定して、こういう感じでここにちょうどこれがここの部分の形状がスマートフォンのサイズなんですよね。でここにこう挟み込んで、でここに、まあ iPad をこうやって固定すると、こんな感じですよね。こんな感じで固定する、でこうやってやるっていうことなんですけど、そうするとどうしてもこれが見えないので、ここの、本来のコントローラーの液晶が、まあ、ほとんどここでここに表示されているもので飛ばすのでいいと思うんですけど、最近私はですね、まあ、ちょっと座れるような場所があるときにはこれをこう置いて、でこのちょっと長めのケーブルで iPhone の、ライトニングケーブルを使って、これをこう、こういう感じですね。でここでこういうふうに飛ばすってことをやってますね。まあこれの方が安定して見えますし、ただまあ座るところがないとダメなんだけど、まあ、座るところがあればこういう感じで座って操作できれば非常に落ち着いてフライトができるんでいいかなと思ってますね。こういう感じで私が最近、使ってて非常にこれは使えるなと思う製品を2つほど、紹介しました。ということで商品のリンクはまた概要欄の方に貼っておきますので、興味のある方はご覧いただければと思います。もしねこの動画を見て面白いと思った方はぜひ、高評価と、それから、こういった情報を、まあ、定期的にアップしていきますので、よかったら、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で。